総本山第67世日経上人芸家ご教示すべては正代から第51条法華経の肝心の意南明法蓮華経の題目は法華経一部の肝心である。その理由は法華経28本が説かれたのはその元が損するからである。釈尊は受領本において500人天号の昔の浄土を示された。これより帰り見ると釈尊がインドに出現し一代44年の諸教及び法華経を説かれたのは500人天号の本が浄土を元としてそこより衰弱した立場である。故に霊山で説かれた法華経28本は久遠より衰弱した華道の中の利益であり、釈尊の真実の本門の利益は、久遠本が浄土の時、指し示すところの本因浄土に損するのである。さらに、本門門弟の本義においては、本画の奥に本因の修行と最初の仏道聖徳があり、そこに本源の久遠願書の浄土が明かされた。この願書の凡夫即極の物体を表した申たのが、末法出現の日蓮大聖人である。釈尊より委託された結腸付属の発体は、まさにこのところであり、これを下種の三大秘宝として表されたのである。この根本発体の南明法蓮華経より、衰弱の28本も現れたのであるから、南明法蓮華経は法華経28本の兄弟であるのみならず、その根本の寛容法体である。題目に法華一部がすべて備わり、題目は本、28本は尺であるから、題目を唱えることは一部を読む功徳に超過するのである。